はい、今日はちょっと変わったネタですね。日曜日夜に遊んで月曜午前中に休む、まあ、月曜の午後から出勤するという形のフレックス出勤ですかね、経済産業省がこういったねシャイニングマンデーを検討しているということなんですよね。経済産業省の職員は30日に27日の振り替えとして約3割が午前中の休みを取ったということなんですよ、月曜日の午前中休みをシャイニングマンデーと呼ぶことも検討しているそうですよね。まあ、プレミアムフライデーについては月末も金曜日っていうのは忙しいんだっていう指摘があると、この3つの要点でまとめられてるんですけども、まあ言ってみればですね、日曜日の夜ってなんか明日からまた朝仕事かって憂鬱になるっていうところがあると思うんですよね。まあ、そういうところを緩和するためと、あとは月曜の朝って混むんですよ、何もかも一度に、まあ世の中がねスタートしますんで、でそういったところをなんとかね、精神的な面とか実際のインフラの面とかを緩和するために考えられているとは思うんですけども、多くの方はこのシャイニングマンデーに対してちょっと否定的というかね、バカなことやってんじゃねえよみたいなことね、いろいろとコメントが出ているようですけども、私はだからこういうのいいなと思うんですよね。みんなが一斉に月曜の朝スタートじゃなくても、別に月曜の午後からスタートする会社が半分くらいだったら電車も混まないですし道路も混まないですし、何よりね日曜日の夜が憂鬱じゃなくていいんではないかなと思うんですけども、皆さんいかがですかね。まあ今日はちょっと変わった話題だったんですけど、私はこういうのが結構好きなんですよね。なんか私はこれシャイニングマンデーっていうかね、まあ別にね月曜日も火曜日も午後から出勤とかにすればいいんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。まあ当然ですね、午後から出勤ってことは前の日に遅くまで何かをやるってことにもなるかもしれませんけども、ちょっと働き方ってね、もうどこの会社も朝9時からスタートとか、まあ9時ってことは今ないでしょうけども、朝7時とか8時から用意どんでスタートじゃなくても午後からスタートでもね、なんかうまいことできるんじゃないかなと思うんですけどね。はい、いや今回の話題は以上です。